高知の商店街、大橋通りにある松岡かまぼこ店にお邪魔しています。インカがおらんなったけど、今。高いがものすごく。あ、おらんのか。おらんじゃ来れへんねん。じゃあ、もう、ほら。え？あ、ここは取る気。ここが。やっぱ、そんな影響あるんや、やっぱ。テレビ出ちゃったやが、香り泣きが欲しくてぐるぐる回しよ、みたいな。え？こね、こねで撮ってたもん。そう、日常？そんな感じやないのか。え、ほんで、だからイカとか材料費もすっごい値上がってんのよね、カルマ。そうそう、さっきやったら90円前やったけど、今250円するの一本が。あ、そんなんなった？うん。わ、でもそれぐらいせんと採算合わへんわ。そう、それでも合わん。で、サービス商品みたいなもんやん。材料が高いから。そうよ、もう、戦争もやめてもらいたいね、あように。ドリンダイラがほら、高くなる。何でもボン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 上がっていってやん、ね。生活できんわね。油も全部上がった。だから3,800円が6,000円なもんだ。あ、倍ぐらいになったんや。魚の仕入れも。大変よ。魚もそらあんたガソリン代がいるきね。え、松岡かまぼこ店は生ばっかり。全部生の魚から。そう、一匹一匹さばいて、生魚ばっかりで国産のな、小骨とかに分けて、うん、で布袋入れて、冷水でさらいて、もうこんなでっかい布袋、あの米が30キロ入る場合。うん、あれでさらしてね、で身と油に分けるわけ。ほんでそれまた絞っちょいて、今度あの骨が残っちゃったらいかんき、もう一回ミンチかけて、ゴリ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 、ほんで上持って上がって調味料入れる時にはね、あの薄でまた温度ごますらない。大変な手間暇がかかってるんや。今度痛い、ポンポン職人さんの包丁で一個一個つく職人さんが。あ、そうなんや。これこのかまぼこ類どこで調理されてんの？この奥じゃないの？高架台。そうか。いや、昔はここでもやりよったけどね、苦情が来る、臭い言うて、魚が臭い言うて、ほら。あ、そうなんや。で、越前町でもやりよったけど、で、もういろいろやりよったけどね、全部臭い気をしてくれて。そうなんや。で、結局ほら、高架台やったらもう市場で魚、どこも魚。うん、だから全然ええねやね。うちの方です。調理されたものを運んでくる。そう。でも天ぷら類はここで揚げてるのや。そう。ああ、だから熱々なんや。そうそう。ああ、そういうことね。身になったもんも、うんうん、こっちで天ぷらはこう、これ。わかります、わかります。うん、ねね。はい。じゃあこの本が欲しければ、そのかまぼこ店の、はい、あの、ウェブサイトとか行って、そこからかまぼこと一緒に買えるということ。そうそう。うんうん、ね。